お待たせいたしました。市民球場です。中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークス、この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の岡野、対するホークスの先発は右の高橋、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。右の岡野、マウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは DH の明石。背番号8。はい。第9、ストライク。第2球、ボール。第3球を投げた。内角低め見送ってストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。ボール。第5球、投げた。完全に外れた。ボール。第6球を投げた、外れてフォアボール。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第9、投げた、あーっとショーフライになった、ファウルグラウンド、キャッチしています。セカンド小林、背番号69。第9、投げました、見送ってストライク。さあ次の投球、2球目ストライク。追い込んで第3球をストライク、空振り三振。岡野、三球で仕留めてみせました。背番号52。第1球、投げました、初球空振り、少し迷ったか。第2球、投げました、打ちました、センター前進、センター前ヒット。リチャード、いいバッティングを見せました。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。第1球、投げました、初球はストライク。第2球、投げました、見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、落ちるスライダー、見逃し三振。リプレイをご覧ください。岡野、2アウト1塁2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。ドラゴンズまずはゼロに抑えました。2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは増田。第9、打ちました、初球打ち。岡野、ボールを取る。ピッチャーから一塁送球、アウト。バッターは7番正木。センター正木、背番号31。第9、投げた、初球ツーシーム空振り。第2球、投げた、アウトロー、ボール。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げました、アウトロー、空振り三振。バッターは8番笹川。笹川義康、背番号44。第9、投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク。第2球、投げました、アウトコース低め、外れてボール。第3球はアウトロー、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。岡野、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって0対0です。ホークス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番河原田。第9、投げました、ストライク、膝元厳しいところ。第2球、投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、縦のスライダー、見逃し三振。岡野、見事なピッチングです。打順は1番に帰って明石、最初のバッターボックスはフォアボール。第9、投げた、初球決まってストライク。1球目ストライクからボール。投球は3球目、投げた、打ちました、いい当たり、ヒット。明石、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。投げた、ストライク、膝元厳しい球でした。初球ストライクから第2球、外角低め、カットボール外れてボール。投げました、アウトコース低めストライク、追い込んでいます。投げました、打ちました、福田、下がっていった、ヒット、ライト前ヒットになった。ライトからサードへ、海野、いいバッティングを見せました。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。投げました、初球打ちました、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁、変わりません。第9、初球打った、抜けた、センターバックホーム、ホームイン。
1点先制、1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。左バッターボックスは5番ガルビス。第1球決まってストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。縦のスライダーボール。第3球を投げました。打ちました。セカンド、これは守備範囲。どの上、自分でベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって1対0、ドラゴンズ先制点を奪われています。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは増田。最初のバッターボックスは流し打ち。どうだ、ヒットになります。増田ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。バッターは7番正木。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた。バントしました。ピッチャーの左へ転がした。一塁アウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。投げた、決まった、ストライク。タイミング合いません。初球空振りからカットボール決まってストライク。第3球を投げた。一つ外した、ボール。投球これから4球目。ストレートはボール。インローへ。第5球投げた。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。投げた、初球見送ってストライク。第2球投げました。打った、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。岡野、ワンアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって1対0です。ホークス、この回1番からの高打順になります。先頭バッターは指名打者明石。第1球ツーシーム見送ってストライク。第2球投げました。打った、ファールボール。第3球を投げました。打ちました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番海野。第1球投げました。初球はストライク。1球目ストライクから打ちました。ボテボテのセカンドゴロ。アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番小林。今日は三振とセカンドライナー。第2球投げました。空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、危ない球。第4球は打ちました。これは内野ゴロ、破った。小林、いいバッティングを見せました。さあリプレイです。バッターは4番リチャード。これが3度目のバッターボックス。初球空振り、思い切って振っていきました。第2球2球目ストライク。投球は3球目、投げた、速球、空振り三振。リチャード、全くタイミングが合いません。5回の表が終わって1対0、ホークス現在1点をリードしています。ドラゴンズ1点差で逃げ切りました。ドラゴンズが勝ちました。勝利投手岩崎、西武近藤、敗戦投手藤井でした。ビクトリー。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。